こんな時間に、なんでこんなに人が集まってるんだ？凱旋した英雄を迎える歓迎の儀ほど盛大なものはなかろう。あなたは凶霊院の追放者。いかにも。だが今は皆に博士と呼ばれている。あの女研究員ならとっくに監禁室だ。自身に仕掛けられた盗聴器にすら気づけないとは、一学者として持つべき慎重さを欠いていると言わざるを得んな。スメールの民に一体何をしたの？潜在意識に情報を投入できるようアーカーシャ端末を少しばかり改造しただけだ。熱狂的な民たちはこの旅人が世界を救ったばかりの英雄だと信じきっている。実験は成功だ。そして人々は今にも自らの情熱を抑えきれなくなりそうだ。どうするんだよ、みんな一般市民だぞ。行ってシティの外へ。でもあいつはファトスなんだぞ。お前を置き去りになんか。私もスメールの民を放ってはおけない。大丈夫、シティの外で会いましょう。自らの意識を使い全員の思考を占拠したか。それほど強大な意識体とは。なるほど、知恵の神だな。ここまで来れば安全だよな。ふぅ、よかったぜ。ナヒーダ、大丈夫かな？オイラたちはナヒーダのおかげで逃げられたけど。まさか、こんなところで今まで会ったこともないファデュイの執行官に会うなんてな。しかも順位も第2位ってかなり高いぞ。博士、名前は前に聞いたことあるよな。セタレもかつて追放された学者が凶霊院に帰ってきたって言ってたし、賢者たちですら恐れるっていうのはどうやら博士のことを言ってたみたいだな。そうだな。こうなるとスメール凶霊院が単体で何かを計画してるっていうより、ファデュイと凶霊院が手を組んで何か悪いことをしようとしてるってことか。でも今度は一体何をしようとしてるんだ？やっぱりまた神の心か？おう、ナヒーダの力があればいろいろ便利だしな。あの時シティの外で会おうって言ってたけど、まさかこのまま何もしないで待つわけにもいかないよな。え、それって、あ、そうか、オイラたちがアビディアの森にいた時、ちょうどあいつをプロジェクトに誘う賢者を見たんだよな。多分同じ剣だぞ。
あの時ティナリはきっぱりと断ってたけど、何か知ってる可能性もある。そうと決まれば早くガンダルバー村に行こうぜ。